はいどうも皆さんこんにちは、新田ですダンススクールやってまいりました、やってこです、ね、さあ今回ですねやってまいりましたエクストラ XG のシャープ3ということで、ダンスパフォーマンスビハインドとマーティンさんのハッピーバースデーサプライズということでこちらの方見ていきたいと思います。収録ボタンをよろしくお願いします。行ってみましょう。レッツラーゴーダンス相木先生だ、相木先生だ。すごいですよね、この水色のニットにこの赤い髪の毛って。もうタン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 、これ見ちゃった。振り付けの確認ですね、これね。ココナもそれでいくわ。一人称がココナなんですね。いいですね。皆さんの一人称を聞けるのもね、貴重でございますから。何でしょうね、この、あの、言葉尻、文末、皆さんの文末が結構気になってます、最近は。なんて言って、こう、その映像が途切れるんだろう、みたいな。あ、ヒップホップです。アレクサンダー・ワンですね。はい。もしもし。おー、かっこいいですね。やります。やります。日向さんもなんかね、ちょっとこう、寡黙な雰囲気ありつつも、不思議な、あれあれ、サイモンさんと相木先生じゃない、あの奥にいらっしゃるの、お二人のあの奥にいらっしゃるの。やば、ちょっとやばいですね、そのショット、ツーショット見れるの。そしてココちゃんとハービーちゃんですね。トリケ&カリスマイケ、おー、相木先生監修のもと。そっか、あのスタジオで踊ってるのは確かに相木先生とだったけど、このパフォーマンスビデオに関しては相木先生が見てくださってやってるっていうことなのね。現場にまで足を運んでいただいてるなんて。どうも皆さん、こんにちは、ジリンカメラです。ちささん入ってきました。ジュリアのシリンもしてき顔がいっぱいだね。じゃあびっくりした顔、顔がいっぱいだね。顔がいっぱいだね。ちささんね。じゃあびっくりした顔いきます。せーの、いざ。はい。今海です。ジリンカメラにみんな見つけて嬉しいな。ジリンカメラ。すごいみんないるわ。すごいわね。あのこういう Vlog 系ってね、あの YouTuber さんとかわかると思いますけど、至近距離で撮れば撮るほど。あの怖いじゃない、こういう普段ね撮ってらっしゃる方たちって。このやっぱ距離感で撮れるってね。でこの Vlog 用のカメラですけど、ソニーさんの多分やつですよね、あれ。すごいですね、本当に。あの何、状態が、肌の状態がマジで。で歌っちゃうのね、すぐね、こうやってね。絶対みんなバーベキューとかしたらずっと音楽かけて歌ってるでしょ、もう。なんかその音楽が趣味みたいなところは絶対ありますよね、皆さんね。すごいね、ちょっとね、本当にめちゃめちゃ眉毛にしわ寄っちゃった。眉毛にしわ寄っちゃった。バイバイ、こちら。まだバイバイじゃない、バイバイじゃないよ、ね。あらま、美味しそうに飲むね。うん、2杯目、2杯目めっちゃ飲むじゃん。そうだね、今日やばい。見てください、何なんでしょうね、この時間ね。あ、ポピン、ココピンの、ココピン、ココパン、あ、ココナのあだ名マニス、ココパン。あ、一番、ココパン一番のやつね、どういうこと。あ、ココピン、ナココ、ナココ、クリボ、あれしか言ってないかな。あ、パンココ、パンココ。自由がすぎるぜ、いいね、みんな。ココピン、
ここの二人はここの二人でしょ。でここの二人はここの二人でしょ。なこここりご、ココパン、ココピン、なここ、あれしか言ってないかな。あ、パンココ、パンココパンココね。マジであのね、服がおしゃれ、みんな本当に。ここあのスタジオですもんね、ここね。あ、わーって言ってるやつありましたよね。確かに。そういうことか、お誕生日のね。ですね、突然敬語やん。みんな緊張してたんで、あれってココナがラップしてて、そこでなんだっけアドバイスにしたんだよね。ね、そう。で急になんかなんかわちゃわちゃしてるからあれと思ったらハッピーバースデーかかっちゃった。すごい動く。すごい動く。そうしようぜ。そうだよ。前の誕生日だよ。やった、めっちゃやったよ。初回、その日。めっちゃやったよ。バイバイ。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。強いわね、みんな、本当にね。カメラを向ければもうワシャワシャみたいな。短くすみだ。じゃあ、行きますよ。え、めっちゃいいのする。なんだ、あ、ケーキ、めちゃくちゃに可愛い。かわいい、かわいい。あ、同じところのね。じゃじゃーん。前へ、骨ぬ、言葉よりみだ。너무예쁘죠。きれい。이번엔마야가핑크색을좋아하고마야가약간밝은성격이라이런겉다발을걸렸어요。ココちゃんが選んだのね。너무마음에들고케이크도여기에。待って、私服おしゃれすぎん？いすみか、いごるまやんて、そのうといけよ。17歳の前はこれからもたくさん愛を届けるし。
力を続けてくれたら応援お願いします。でよ、今まで大好き、本当にありがとう。やばい、大好き、かわいい、ありがとう、バイバイ、バイバイ、バイバイ、入ってきた。結構早く切っちゃうのね。これ以上喋ると長いから切りますみたいな感じ。おもろいな本当に。なんかみんな、ちょっと気になったのが試写会っていうワードがあったんですよね。それが何なんだろうってちょっと思って、明日映画を見る試写会、何だったの、映画見に行く、明日は素敵に映画見ようね。そうだよ、マヤの誕生日だよ。やったー、めっちゃやったよ。試写会、売れてぃ、試写会って言ってますよね。17歳、試写会ってなんだ。マヤハッピーバースデー、ハッピーバースデー。本当に皆さん癖が強いわね。という感じでございますね。ちょっと気になる、映画見に行こうっていう時の、普段なんか僕たちが一般的に映画見に行こうっていう、そのあれじゃないですよね。試写会って言わなくない？試写会って何？ん？というところで、これどういうこと？わかる方います？考えすぎ？わかんないですけど。というところでございます。ぜひ、皆さんなんか思うこと、感じることあったら、コメント欄でいただけたらということでございます。よろしくお願いします。現場から以上でございます。ありがとうございました。よいしょ。ついっ。